おはようございます。和がんせの影山やんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、僕はですね、アイスボぼトボディケアのお店をせさせていただいております。えー、まあ、あのー、まあ、お客様とこう、1対1でね、 こう接客1対1の接客ということにこうなるんですけどもそこでやっぱりこうまあお話をするというかですねその結構こう頻繁にこう来ていただいてるお客さんっていうのがこう結構おられるんですけども,もう非常にありがたいことなんですけどもそこでねえどんどん元気になっていくお客様っていうのがねえやっぱり嬉しいなと。 いいうふうにこう思いますねそういうお客様をこう見ていてですね非常にこう自分の中でこう嬉しい気持ちになる。ということはやっぱりこの仕事が自分にこう合ってるのだなということもこう思いますし、えー、人間がこうえ元気になっていく姿がえ見れるっていうのはやっぱりこう嬉しく感じるものなのかもしれないですね。うん でえー、それはねこう、施術、自分がやった施術によってこう、元気になっていってるという側面もあることはあるんでしょうけども、えー、それよりも何よりも、本人さんがどん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 ねこう、前向きになっていくというかね、そういう気持ちの面でこう、どんどんこう元気になっていかれてこう、話しててもね、最初、最初というか、えー、初め元気がなかった時やっぱりこう、 まあ、おとなしい感じやったんで,す、ねでえー、もと元々そんなにこうなんていうんですかこうむちゃくちゃ喋らはる人ではなかったその前からもねでもそのそれでもちょっとこう元気がないちょっとこう,こう感情的には下がってはるかなっていうようなものをこうちょっと感じててでこう何回かこう。 来ていただいてる間にですねだんだんその声のね声のトーンというか声の針というかねその声のエネルギーというんですかねそういうものがちょっと変わってきて途中から変わってきたんですねあ現元気にならはったなとこれはちょっとなんかこうえー、どういう変化があったっていうのはちょっとそこまでは僕はわからないですけどもその元気になっていってるなっていうのわかってそっからねえー、ちょっとまた 間を置いてですねまた来ていただいたらもうさらにこう元気になってる状態でまたこう、えー、来ていただく形を,こうにをしてもらってるっていう感じなんですけどもうんやっぱりその人間の感情っていうのはこう下がることもあるけどこうしっかりその休んでいくとねこう上がっていくものなのでしょう。うん、で うーんだから、そのどういうんですかね、気持ち的にこうしんどい時があればもう休めばいいっていう風にこうに思いますねで。休んでですね、もうゆっくりしてですねこう、まあ、充電期間じゃないですけどもそうしてるとまたこう上がってきてこういろんなことがこうやる気になってですね、えー、どんどんこう活発になっていくんでしょう。うんで <laughs> そのお客様でもいろいろ活動されてですねえまあいろいろあるんでしょうけどもでもそんなんも全然こうその意に介さないじゃないですけども全然こうエネルギー高くねこう突破していってはるようなね感じでうんちょっとこう頼もしさもこう感じるというかねえそういうところがこうあ,るあるんで。 非常に良かったなと思っております、うん、これはやっぱりこうまあリピーターさんにこうなっていただいてですねこう来ていただくからこそ分かることで、えー、1回2回こう来ていただくお客様ではちょっとそこまでの変化分からないんですけどもあ今日はちょっとどうだな これはこういう感じだなとでえー、僕の前だから元気になるっていう人もおられると思います。えっ、ー、と、例えば年配の方やとね。やっぱこう家ではちょっとね。こう。体のこう。不調とかいろんなもんが、やっぱりこう年齢が高いとね。高齢やとこうあると思うんですけどもえー、僕の前ではですね。こう元気な姿というかね、えー、元気な状態をこう見せて。 いただけるる方も、まあ、おられる、うん、逆に言うと、えー、元気な状態だからこうご来店されるのかもしれないですもしかしたらね、えー、で、まあ、体は疲れててこう来られるっていうのはもちろんあるんですけども気持ちの面ではそれなりにねこう状態になってこう来ていただいてるのかもしれないそうじゃないんかもしれないです元々のあれかもしれないですいろいろあるんですけどもね、うん、まあ とにそのどんどん元気になるお客さんは本当にこうどん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 元気になっていただいてよかったなというふうにこう感じてます。まあこれからもその調子でどん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 活動していってだきたいなと。 いう風に思います。ということで、今日はどんどん元気になるお客様ということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。